鈴孝です。いつかあなたが死んじゃった時のためのおとぎ話煙が目にしみる舞台は物悲しい火葬場それぞれが特別な思いを寄せながら何とも罰の悪い間をもてあそんでいる三世代にわたる十二人の俳優たちと衝撃上界の仕掛け人プラシナペーパーズの堤康之とが織りなす珠玉のドラマ 煙が目に染みる。宴の主役は誰だっていいさ。